どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、サムネイルにもある通り、あのやつを活躍させていくデッキでございまして、最新版ですよ。これデッキのギミック、大元のギミックがモノコーラ君から教えてもらったんですけど、これね、先行でおじゃまキングを立てれる確率が 76% あるらしいんですよ。やばいですよね。デュエルリンクスっておじゃまキングもガチで出ると最強なんですよ。これなんでかっていうと、デュエルリンクスっていうのはモンスターゾーンが3箇所しかない。で、おじゃまキングの効果っていうのは、特殊召喚に、成功した場合、このカードがフィールド上に表から表示存在する限り、使用していない相手のモンスターゾーンを3箇所まで指定して使用不可にすると。なので、基本的に先行で立てちゃうと、もうなんか、狡猾とかラバゴがない限り勝ちなんですよね。基本的には。もうそれで勝ちなわけですよ。で、今日は、それを、まあ、基本的にかなり高確率で立てられるという、クソみてえなデッキをね、お見合いしていきたいと思います。そもそもデュエルリンクスのデビューフランケンっていうのがもう3枚積めるんで、やばいんですけど、こいつの効果、5000ライフを払って、融合モンスターを特殊召喚できるよという効果なわけですよ。で、5000、まあ、普段、今までだったら、ライフポイントを回復する、まあ、ディアンケドとかね、ああいうカードを、入れてたんですけども、スキルで今回は、LP 増強アルファというこの謎のスキル、皆さんご存知でしょうか。初期ライフが1500、増える代わりに手札を1枚減らすと。だから、3枚スタート、手札3枚スタートで、5500というライフのスタートなんですね。だから、デビルフランケンを引けば、もう出るんですよ。その、お邪魔キングが。で、デビルフランケンってやっぱ結局サーチが難しいんで、まあ、なくはないんだけど、サーチが難しいんですよ。で、今回は、リクルート、デッキからリクルートするというギミックになります。レベル3、機械族、闇属性のモンスターに、ダウンビートを打ちます。ダウンビート。これね、フィールド上のモンスターをリリースすると、そいつと、元々の種族属性が同じで、1個レベルが低いモンスターを特殊召喚できるよっていうカードなんで、ダウンビートをこの辺に打つと、出てこれるんですよね。んでですね、この辺のジェネコンとかは予想外で出せますから、結構簡単に出てくるんですよね。だから予想外と、ダウンビートだけでもうデビューフランケンだし、まあこの辺のモンスターとダウンビートだけでよ、デビューフランケンだし、まあすべきでもいいしみたいな感じなんで、すげえ高確率でデビューフランケン出るっていう。で、あとはまあデッキ圧縮ですね。で、結局一番辛いのはラバゴと、あとそれからあれ、狡猾なんですよね。なんで、まあ狡猾は抑えれるように最高ショッカー、まあ、ラバゴはしゃあないわ。ラバゴされたらもうほんとしゃあない、そんな感じ。まあこれがフラグじゃないことを祈る。融合モンスターはこんな感じ。まあね、で出すモンスターが高校ワンキル取るための、まあ、ツインとかはありますね。で、一応まあ先行やったら、まあ、お邪魔キング一択、まあ、あとはまあ打点に応じてみたいなところはありますけどね。はい、ということで早速デュエル拒否デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方20代さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。私がやらなくちゃ何をやるんでしょうか。無の連呼活動。さあ、あとはダウンビートか。うわ、やばい、タレメトゥアッタッ、よーし、セーフ。サイクロンクリエイター召喚、そしてダウンビート発動。フィールド上のモンスターをリリースし、そのモンスターよりも1個レベルが低いモンスターを特殊召喚していく。そしてデビューフランケンの効果発動、5000ライフポイントを支払い、いけー、お邪魔究極合体、お邪魔キング様、はぁ、短視量。デュエル拒否、デュエル拒否。さあ、どうするんでしょうか、時代君。あとメタファイズかな、メタファイズでしょうか。さあ、封印の黄金石で何を除外していくんでしょうか。狡猾、やばい、まずいぞ、2ターン、やばい、2ターン、よしよしよし、いけいけいけ、2ターン後に、あー、つえー、絶望のハゲ降臨、残念でしたね。狡猾なんていうカードはもう一切効きませんけど、電脳エナジーショック。デュエル拒否。いやー、デュエル拒否楽しいわー。グループ増強ベータ、儀式の使い手いいでしょう。儀式の使い手、
何ですか、何デッキですか、ベンデットデッキですね。なるほど。なんかベンデットなんかそのケイシーカップですごい結果を出しちゃったかどうかっていう話がありまして、なんかすごい強いと今あの全米で話題になってますよ。デビュー案件、ああなるほど、あこれ強いな、これめちゃくちゃ強いわ。ですね、まあ、ちょっと先行じゃないくてもいけるっていうことを見せたい。まずジェネクスコントローラーをデッキから特殊召喚していく。そして、通常召喚デビュー案件で、デビルフランケンの効果発動5000ライフポイントという非常に重いコストを支払い、サイバーツインドラゴンを特殊召喚しレベル3ジェネクスコントローラーをレベル2デビルフランケンにチューニング。さあカイトロイドはない、なさそうでしたね。甘えですね、カイトロイドないのは甘えでは。さあお相手の方闇遊戯くん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。はい勝ち。召喚獣ですか、何ですか、知りませんがそんなものは。さあラバゴーレムはありますか。デビルフランケンを召喚、デビルフランケンの効果発動、5000ライフポイントもの非常に重いコストを支払い、お邪魔キング降臨。はっ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 。さあアレイスター召喚できるものならしてみなさい。レベル3ジェネクスコントローラーをレベル2デビルフランケンにチューニング。これなんかクソみたいな打点のデビルフランケン勝利できるっていうのもいいですよね、このシンクロ でそして出てくるのアルマですっていう。どうですか、攻撃反応系は一切来ませんよもう。まあ一番怖いのはまあラバごとあれなんですけどね、効果さんですよね一番。さあ闇ゆけくん効果さん逃げてるんでしょうか。さあ大丈夫でしょうか闇ゆけくん。クソゲーすぎんなマジでこれ、クソゲークソゲーもいいとこなんだけどやばすぎ。さあ何でしょうか、どういったデッキなんでしょうか。まあ多分召喚獣だと思いますけどね、おそらくですけど。そしてなんかあのこのデュエルマットいいですよね、このなんかブラックマジシャンガールの。おっとさあその系チェックします、砂時計チェック。あ狡猾じゃない、甘えですね、狡猾ではない、狡猾ではないんですか。大丈夫そんなことして、そんなことして大丈夫、アルバレスで殴りつけて勝つよ俺。メガロイドシティ、なるほどメガロイドシティで、セットカード破壊するのかな、分かりませんが、カイトロイド来ませんからね。アルマレスさんはそうメガロイドシティでセットカードを破壊して、コンセント、なるほどコンセントを破壊しカイトロイドをサーチしていく。まあ使えねえけどな、あドロー、あ光るな、あ小頭祭かな、多分小頭祭ですかね、おそらくですけど小頭祭だと思われます。そのまんま投げてブラックホースでーす。ブラックホースでーす。対戦ありがとうございました。ちょっとどういうデッキか分かりませんでしたね。さあ相手の方社長を迎えばよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あーなるほど、オッケー。これね煉獄でね圧縮して、ね、引けなかった時マジでやばいんだよね。圧縮して全部手出してるっていう、あぶれー、よかったセーフ。で無の煉獄発動セッ、オッケー。あー予想外だったな。デビューフランケン召喚、デビューフランケンの効果発動、デビューフランケンの効果によって俺は最強モンスター究極合体お邪魔キング様、はあ。さあどうするかいわよ、狡猾はあるかな、最強版面すぎ、強すぎ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 。さあどうするんでしょうか、買いましょうって困っております。